建設が進んで大人たちが笑顔を見せるようになると、探索隊の仲間たちも離れ離れになっていきました。中には成婚で死んじゃった子もいるけど、たった二人じゃネジや電球が精一杯だ。何の儲けにもなんねえな。まあもうエッジで暮らすしかねえのかな。ただで食いももらってさ。負けだ。ああ負けだ。でも飢え死にはごめんだ。ネズミ捕まえて食うか。ネズミだ。うん、スラムじゃみんな貧乏だからネズミを食うんだってさ、父さんが言ってたんだ。汚い灰色のネズミ、ここはスラムだし俺たちは貧乏だし。本気か。うん、俺ネズミを食ってやる。本物のスラムの子になってやる。それにはやりがいるんだ。あっそう、一人でやるよ。リックス、俺は生まれた時からスラムだからな。知らなかった。は？知ってたらどうした、仲間にならなかったか。そんなことない。き、わかんないね。お前はツンと済ましたプレートのガキだもんな。リックス、覚えとけ。ここらのネズミはお前らが垂れ流した汚れのせいで恐ろしいバイキンを持ってるんだ。そんなもん食うやつなんかスラムにはいない。